どうもおはようございます。今日は1月31日です。昨日の朝のことなんですけども、どうもマウスの状態がおかしいなと思ってね、クリックしてもあんまり反応しなくなっちゃったんですよ。これはまずいなと。確かにこのマウスパソコンを買い替えて5年ぐらいずっと使ってますから、そろそろ調子が悪くなっても仕方がないかなと思ってたんですけども、じゃあどこでマウス買おうかなと思った時に、まあ通販で買おうかなと思ったんですよ。で Amazon で発注すると、昨日の朝そういう風なマウス買い替えないといけんなと思ったところ、発注するともう今日来ました。24時間以内に到着しました。むちゃくちゃ早い。むちゃくちゃ。はい。まあマウス自体はね、何の変哲もない普通の1000円ぐらいのマウスなんですよ。この1000円ぐらいのマウスを届けるためにね、24時間以内ってすごくないですかこれ。でも今年2024年問題っていうのがありますように、もうこういった便利さとかお手軽さってのはもう望めないかもしれませんね。だって通販を選ぶ人はたくさんいるけれども、物流で働いてくださる方ってのはね、これから少子高齢化の問題もあったりとか、団塊の世代が一気に退職するってことも考えると減るはずなんですよ。さらに、その労働時間の上限規制とかありますからね。私はまあ何日かその配送にね、例えば発注して1週間後の到着でも全然困らないと思います。いや、そういうふうに困らないように調整して発注するものかなと思うんですよね。本当に運んでくださってありがとうございました。これからね、この働き方のありようも変わっていくと思いますけども、それに合わせてね、何でもかんでも早く持ってこいとか安く持ってこいじゃなくって、それなりの価格をそれなりの期日で納めていただくみたいな、ちょっと余裕のあるねやり取りを私自身心がけていこうと思います。それでは。